ジオにお越しいただきましたのは飯能の工事会小山浩二さんです。よろしくお願いいたします。本当にあのね、お忙しい中駆けつけという感じですか。今日はありがとうございます。実はのコンサートがあるということで、こちらのご紹介で今日はお越しいただきました。はい、このコンサートというのは津軽三味線コンサート民謡祭り2023、読み方合ってますか？はい、何でも出します。10月29日日曜日の午後2時に行われるということで、今日このご紹介ということでお越しいただきました。お待たせしました。ありがとうございます。実はちょっと今日音源をお持ちいただいたので、ちょっとこちらをまずお聞きしていただきたいなと思いますので、じゃあちょっとこの音をね、今出してみたいと思いますね。
由そのもので、そうなんですか、はい、でその瞬間の感情をそのまま音色にできるように思い描いた音色になるように精進して、今日より、まあ、昨日より今日よりしたいい音色になるようひたすら打ち込めるのが、なんか津賀三味線の、すみません、津賀三味線のおかげでこうやって毎日生徒さんとお稽古楽しめて、紅白歌合戦でも演奏できて、すごいですよね、紅白歌合戦もさらっと言われましたNHK 紅白歌合戦ってことですね、はい、年末にやってるあの紅白歌合戦を演奏させてもらったり、でも今日こうやってチャンピオンさんのお招きいただいたのが一番もう自分の中で嬉しかった。いやいや、本当にお感謝と松川さんの魅力しかないと思ってます、ありがとうございます。じゃあちょっとお教室のお話をしたので、はい、ちょっとどんな生徒さんがいらっしゃるか小学生はじめあの学生さんや、まあ、社会人さん、主婦の皆さんや、まあ、定年退職された方、本当初心者さんから芸歴25年以上のベテランさんまで、鳥取さんや師範の先生とか、このプロもアマも含めて幅広い年代の方が年代も様々で、そうですね、三味線歴も様々だと、そうですね、あの入ったばっかの方もいたり、そうやって四半世紀以上頑張ってあの芸歴を重ねている生徒さんもいたり、でまた皆さん本当にいい生徒さんで、もう生徒さんに恵まれててありがたいです。小山さん自体はどれぐらいの、教室が二十数年やられてたんですか、今現在何年やられてるんですか。何年やってるんですかね、その本格的に始めたのはその学生の時からなので、芸歴あんまり分かんないですけど、教室が25年経ちました。あ、それ以上ということになりますね。はい、いや、あとちょっとあの教室いろいろこう資料と拝見させていただいて、はい、あ、これはと思ったのが、はい、椅子なんですね。椅子、あ、そうなんですか。これも、うちの、あの、もう生徒さんの意見すぐ取り入れるので、でね、あの舞台が椅子なのに、ね、私は正座だったんですけど、そうですよね。なんで舞台が椅子なのに正座でやるのって、あの、やっぱ、14歳ぐらいの生徒さんに言われて、そうだねって言ってすぐもう椅子に変えさせてもらって、そうですよね、まあ、だんだんこうね、やっぱり今正座の文化というのがなくなってきて、畳、ね、のお部屋がなくなってきてしまいましたよね。よくチェックされてますね、高橋さん。ありがとうございます。椅子は楽ですね。楽です。はい、実際じゃあ舞台で立たれる時も皆さんは、はい、椅子で、そうそう、はい、椅子の上で椅子でやることが多くなってます。はい、じゃあもう本当にあの正座ができなくなっちゃったという方もね、いらっしゃいますけど、安心して履けばできますね。そうですね、はい、じゃあちょっとご興味ある方、正座できないんだけどという方ぜひまたチャレンジしてみていただきたいですね。はい、そのお教室の方なんですけれども、はい、レッスンの時間といいますか、はい、稽古の時間といいますか、はい、大体皆さん月何回とか、月3回までって決まってるんですけど、はいはい、それで、まあ、あの私がこういう舞台とかその、はい、ない時に、はい、皆さんのスケジュール合う時に来ていただいてるんですけど、あ、なるほど、あの1回につき何時間ぐらいお稽古するんですか。休みにしないです。もう大体、まあ、やる気十分、勉強15分じゃないですけど、三味線5分もやったら十分とかって言われるぐらいのものなので、そうなんですか。それでもあんま短いと精神は皆さん、あの上達しないので、一応30分までっていうことで、そうなんですね、はい、何時間もお稽古することはないんですね。あのちょっと手が疲れちゃったり、昔は足がしびれちゃうという言い訳があったんですけど、最近はそれがなくなっちゃいました。椅子ですから。椅子になっちゃいましたので。そうなんですね。ちょっとあの本当に目から鱗です。そんな30分ぐらいで、まあ、集中の時間っていうのもありますよね。はい、あ、じゃあこれだったら自分でもできるなんていう方もこの秋から始めてみてもいいかもしれませんね。ただお三味線は高価なものなんですか。そうですね、はい、あのまあ、ピンからキリまでなんでしょうけど、はい、稽古用のじゃなくて本当舞台で使うようなのはやっぱ車1台分とかって言われたりはしますけど、そこまで多分高くはないと思いますけど、最初始める方だとおいくらぐらいのからスタートするんですか。10万円ぐらいからはあると思いますけど、中古のがあったりインターネットで安いの買ってこられたり、メルカリなんかで、そうですよね、しますもんね。じゃあそういったものを揃えていただいてスタートということになるんですね。まあ教室にレンタルの三味線もあるので、ほとんどの方がそれを最初は使って、まずはそこからですね。じゃあレンタルもあるので安心ということになりますね。そしてあの生徒さんたちも上達された方も多方面で活躍されてるそうですね。はい、そうです。例えば、今週でしたら入間市の春日神社さん、あ、そうですね、ありますね。そこで10月22日の日曜日、まあ、午後3時からあの、まあ、
春日神社さんお祭りなのでそこで演奏させていただいたりとか、まあ、舞台やテレビとか、まあ、物取りさんプロとして、師範の先生は各教室での指導とか、まあ、民謡普及更新育成、地元活性のためきっと頑張ってくれてると思っております。そうなんですね。あの春日神社秋の大祭の芸能芸にいらっしゃるというところですね。はい、はい、ご興味ある方はぜひそちらもね、ご覧になってみていただきたいですね。野外ステージなので結構弾いてる方も気持ちいいんですけども、ね、お客様も気持ちいいと思います。天気も安定してきましたし、そうですね、ぜひあの気持ちのいい秋の日を堪能してください。よろしくお願いいたします。さあ、そしてえ今日はですね、芸術の秋、皆様に向けてなんと無料のコンサートがあるということで、こちらのお話お願いします。10月の29日日曜日、午後の2時開演です。場所は飯能市民会館大ホール、会場が30分前の午後1時半からになっております。入場無料です。あの飯能元気に工事会恒例、入場無料の津軽三味線コンサートになっております。生徒さんが主役の三味線教室ならでは元気いっぱい楽しい舞台を目指しておりますので、ぜひ皆さん、足を運んでいただけたらと思います。はい、今もう皆さん、じゃあもう いつも30分のお稽古ですけど、もっと長めに練習されたり、いや結構もう皆さん仕上がってるので割と短い範囲で、なんか喋って終わっちゃう先生とかも、いやもうこれはぜひお越しいただきたいと思います。ちょっと改めまして、10月29日、はい、日曜日午後ぜひお越しいただきたいと思います。さあ、そして習ってみたい、見学してみたいという方へのお問い合わせはいかがでしょうか。電話番号言ってしまった。大丈夫です。飯能教室の電話番号が 042-973-6963、まあ、それとあと工事会の携帯番号が 090-1426-1952 にお電話をいただくか、いきなりはちょっと怖いっていう方は、あの工事会のホームページとか YouTube に稽古風景もありますので、ぜひそちらを見てもらって、大丈夫そうと思ったら、まあ、お問い合わせいただければと思います。はい、反応次第。はい、そうですね、はい、ぜひぜひ皆さんもチェックしてみていただきたいと思います。 YouTube 動画もね、たくさんありますから、ちゃんとね、ぜひあ、こんな感じなんだなっていうのを考えたいと思いますよ。さあ、それではですね、もうあっという間にお分かりの時間ですよ。分かりました。ラジオの前のリスナーの皆様に何か一言お願いしたいと思います。今後とも工事会の生徒さんの頑張りを温かく応援してください。本日は小山工事のボロボロトークにお付き合いいただき、本当にどうもありがとうございました。そしてぜひですね、工事会に入りたいという方もね、お待ちしておりますので、お願いいたします。じゃあお別れですね、ここでのソーラン節も、ありがとうございます。ちょっとこちらをお聞きしながらお別れしたいと思います。さあ、今日はね、スタジオにお越しいただきましてありがとうございました。津軽三味線コンサート民謡祭り2023、ぜひお越しください。小山浩二さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。